すしかないか。じゃがその赤子が双子であったら。ん？何じゃと？一卵性双生児じゃ。見た目ではどちらがやつか見分けはつくまい。カモ、二人とも殺すのだ。朝倉の続く限り処置してくれぬ。式神、その赤子を取り殺すのだ。許せ、我が孫よ。ちっちゃいな。バカだ、持ち霊ほど天性だと。うわ、間違いない、この赤子こそ。危ない、お父さん。カラリン町カラリンストアだ。おお、山上、消えた。わっそんなものじゃ捕らえることはできないよ。いつの間に。これが千年前この世から忽然と姿を消した大陰陽師朝倉葉王。出産たる大儀ご苦労であったな稽古。何を。おやめ、あんたの中にはもう一人いるんだ僕の半身はやがて自ら王になる道を選ぶだろう。もしそうだとしても、僕は僕の半身を取り戻し、さらに偉大な力を得ることになる。運命から逃れることはできない。この子には辛い思いをさせるだろうが、もはや立ち向かうしかない。この子はわしらの希望なのだ。さまよえる死者の魂、大地の森に息づく精霊、そして神仏、これらと自由に交流し、人間では成し得ぬ力をこの世に行使する者たちがいる。彼らはシャーマンと呼ばれた。のせいですっかり遅くなっちゃった、うん、確かここ突っ切れば近道だったな。ちょっと嫌な感じだけど。お前何そんな急いでるんだ。え、なんだあいつ、こんな時間にこんな場所で一人ポツンと一体何を。まさか幽霊。待てって。うわ、今日はこんなに星がよく見えるんだ。せっかくだからお前もこっち来いよ。みんなで眺めようぜ。星？星なんか見て何になるのさ。それに君、二人しかいないのにみんなでなんて。いや、みんなさ。この墓場のな。おっと、そう驚くなよ。こいつらみんな友達なんだ。
いつまで経っても成仏できないろくでなしばっかだけどな。ん？どうした？わけねえだろ。どうせ何かの見間違いでしょ。勉強のしすぎで頭疲れちゃってんじゃねえの。いや、つーかこいつ霊に疲れてるんだろ。うるさいぞ小山田。ホームルーム始めっから席について。あー、というわけで今日はみんなに。昨日のあれは一体何だってんだ。夢でも見たってのか。転校生の朝倉陽君だ。彼は家庭の事情で単身出雲からやってきたぞ。ん？なんだ小山田、変な顔して。みんなこいつだよ。こいつが例の幽霊男さ。幽霊なんているわけないだろ。っていうかお前誰？なに？くそ、このままじゃ勉強だって手につかない。絶対あいつの正体暴いてやる。いつまであそこでぼーっとしてるつもりなんだ。はあ、自然と一体になるって気持ちいいな。何だそりゃ。もうそりゃ悪いことしたな。え、怒ってないのかい。なんで？オイラが知らんぷりしたからついてきたんだろ。じゃあやっぱり。いや、オイラめんどくさがりだからさ、学校で秘密がバレて騒ぎになるわけにはいかんかったんよ。秘密？オイラ、実は修行のためにやってきたシャーマンなんだ。シャーマン？シャーマンはあの世とこの世を結ぶもの。困ったことがあったらいつでも呼んでくれよ。力になるぞ。そうだ、お前阿弥陀丸って知ってる？もちろん、この町じゃ一番有名な伝説の侍だからね。確か郷土資料館に遺品が展示されてるよ。へえ、サンキュー。わからん。ったく、結局何だったんだあいつは。シャーマン、あの世とこの世を結ぶもの、なんだそりゃ。え、辞書に載ってんの？何？シャーマン、自らをトランス状態に導き、神、精霊、死者の霊などと直接交流するもの。シャーマンはそれらの力を借りることで、病気の治癒や政治、死者の言葉をこの世に伝える口寄せなどを行う宗教的能力者。彼らは古代においては人間社会の中心であり、現代においてもなお世界中に存在している。うさんくさ。なんか悔やんでることでもあんのか。俺は大親友を殺してしまったんだ。そっか。んでお前は。俺は刀鍛冶のモスケ。つーか俺を見てビビらないとはお前こそ何者だ。ちょっと訳ありでね。お前が殺しちまったっていう大親友について聞かせてもらってもいいか。え？ったく、シャーマンだかなんだか知らないけど、いい気なもんだよ。ろくに勉強もしないで、好きな音楽聴いてぼーっと星を眺めたり川眺めたり。僕だって本当はそうしたいさ。星か。あいつ、今日もあの場所にいるのかな。にしても、こんないい場所よく見つけたもんだよな。なんたってここは誰も来ねえし、コンビニ近いし、騒いだって苦情が来ねえ。もう好き放題だもんな。でもよ、最近ここにどっかのガキが出入りしてるらしいぜ。おいおい、マジかよ。